フレッシュマンは阿蘇市黒川にあります熊本 YMCA 黒川保育園にお勤めの男性保育士をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。まずお名前と年齢を教えてください。はい、鶴井武です。22歳です。はい、先生はお住まいはどちらですか？はい、宮地に住んでます。宮地、もともと阿蘇の方なんですか？はい、まあ、阿蘇市出身です。あ、生まれも育ちも阿蘇市。はい、はい、男性の保育士というのは、まあ、なかなか人数も少なくて珍しいと思うんですが、またどうして保育士になろうと思ったんですか？はい、まあ、幼い頃からの夢で、夢を叶えたいと思って保育士になりました。その保育士の魅力というか、どんなところが楽しいですか？そうですね、子どもの成長を見れることですね。できなかったことができるようになったり、話せなかったことが話せたり、そういうことがやっぱ魅力があります。普段何先生って呼ばれてるんですか？いっぱいあるんですけど、まあ、多いのが武井先生。武井先生。武井先生とか。あ、なるほど。じゃあ武井先生は、お勤めになってもどれぐらい？はい、今年の4月から、はい、就職しました。なるほど。で、何歳のクラスのお子さんを担当されてるんですか？2歳児の担任をしています。あ、じゃあその2歳児のお子さんの可愛いところとか、日々どんなところがこう喜びですか？そうですね、もう朝から先生おはようって思って抱きついてきたりする時がやっぱり一番ですね。滝先生すごく体格がいいですけど、何か運動されてました？はい、陸上をやっていました。あ、の中の何か専門？円盤投げをやっていました。じゃあもう園児の皆さんとのボール投げ本気出すとすごいですね。喜ばれる。お部屋でも野球したり、外ではもサッカーして思いっきり遊びます。ああ、そうなんですね。じゃあ少しプライベートなこともお聞きしたいんですが、たけし先生22歳、はい、結婚願望は？まだちょっと。あ、まだちょっと、まだちょっと遊びたい。あ、仕事も遊びもまだまだやりたいことがいっぱいあるんですね。もし阿蘇市でデートするなら、先生どこ行きますか？そうです、阿蘇神社とか、花遊びとかもいいですね。あ、なるほど、はい、あのね、見た目もすごく素敵ですし、落ち着けますもんね。わ、はい、かりました。じゃあ、最後にですね、はい、お勤めの、YMCA 黒川保育園の PR をカメラに向かってお願いします。0歳から5歳の子どもたち116人と過ごしています。子どもたちの元気な笑顔は働く力です。男性保育士は少ないですが、優しい先輩たちのご指導のもと保育をしています。子どもの成長を見ることができる職場です。ぜひ黒川保育園にお越しください。待ってます。ね、園舎も新しくなったばかりの本当に綺麗な、ね、保育園で、とても羨ましいなと思います。今月のクレッシュマンは、熊本 YMCA 黒川保育園にお勤めの武先生ご紹介しました。じゃあこのコーナーの最後は一緒にポーズをとっていただきたいんですが、武先生左目ピースで、はい、クレッシュマンでお願いします。いきますよ。ではせーの、フレッシュマン、さよなら。バイバイ。